Okay, saving up. Double saving. Okay, to the storeroom. Hopefully we can get this freaking plot line. What the? What an idiot. Hopefully we can get this plot line done soon. This is the storeroom. Okay.待たせたな。で、さっきの話やが、馬場ちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか。ええ、そうです。でも香坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が？そんなことは分かっている。私が気にしているのは お前らの身の安全だ。安全って？セーフティー？一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全て仕組まれていたことのように。いや、イットイズスクリプテッド。ダッツワイ・デイ・ウォー・トライング・トゥ・キープ・サイジマ・イン・プリズン。どういうことよ？半年前に集団で入所してきたあのクインハラのグループ。それと共に始まったサイジマへの暴行。連中の目的は、お前の刑期延長だった。 そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、釘原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで、佐江島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？佐江島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。もしかしたら釘原たちは 事前に真島が殺されるということを知らされていて、佐江島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああ、そうだ。 もし法務省に手を回すことができるとすれば、そうか。つまり釘原たちは登場界の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からして、そう考えるのが妥当だろうな。 ちょっと何言ってるんですか。なんで登場会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか。裏切り者がおるっちゅうことや。登場会の裏切り。佐江島は2年前、この刑務所に入るとき、刑期を終えたら登場会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭。 どうにかして佐江島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を。しかしただ波紋しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に 佐江島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっき言った運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーボービルトゥエスケープ。その鍵だ。どういうことや。脱獄しろ。ここから。 He's bringing out a prison again. Oh my god. Two games in a row? Seriously? ついさっき、うちの所長が死んだ。死因は調査中だが、他殺の線が濃厚なようだ。なんで、所長が？所長は、佐江島の仮釈放が却下した理由を聞くため、東京に向かう途中だった。 So the warden's dead? Yeah, the warden was killed. Oh shit. What the hell?
それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。Probably all gang members. 通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。Damn. それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。It must be. 事態は我々の考えより大きくなっているんだ。このままでは確実に冴島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけど、こないなこと許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。うん、それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。Can you believe it?サイジマさん、それにババさん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上、私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て、本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜、同房の囚人が眠ったのを確認したら、棒を出てください。ゲーム館に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。わかった。最後に一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたら、その時は Don't kill the murderer? 決して殺さず、必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。So they're gonna get out of prison anyway. What a big overlying conspiracy here. Jeez. 何だったんです、副所長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話で。ね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるね。で、冴島さん、ここ出たらどこ行くんです？月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ冴島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで。だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、冴島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、冴島さんの親友なんでしょ。うん。冴島さんの性格からして、Oh my god, he's asking too many questions. じゃないかと思って。あれ？怒っちゃいました？別にいいよ。そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつを探すんです？俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか。Of course, research. Research purposes. 話してどうするんです？警察に突き出すとか。別に。何もせえへんと思う。はあ？何ですかそれ？俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟が、なんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは言わなった兄弟のせい。Damn! Oh, shit! 殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか。それか犯人がもっと強いやつやったんか。Well, if you remember, Majima was actually weak before we came into prison. He said he was getting old. 浅いんだが、よくわかんねえ考え方すね。
まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい。それだけ。俺の勝ちや。あ、来たね。最後に2で革命って。4 twos? What the hell? じゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃ、サイジマさんとババちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれ、やってきますか。ん？例のって、あの妄想ゲームか？でもあれ、ゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです、サイジマさん。いいでしょ、今夜くらい。そうやね。またおもろい妄想。させてもらうか。He's gonna be pretending to be outside again? Oh no. Come on, man. Don't make me play it again. It's cool they're doing it, but don't make me play it again. I don't want to do more karaoke, please. I'm about to break out on a snowmobile. I don't need karaoke.